天神五番地の、これ23だよな。それとも33か？まったく、山崎先生の字は読みづらいな。はあ、後でゆかに謝らないとな。今日は早く帰ってゆかの買い物に付き合ってやる予定だったし。ん？天神五番地23-11、ここか。これが六番地33-77とかじゃなければ。だけど、ここの207号室、いや、201？先生の給料ってもしかしてすごく安かったりするのか？あ、ここが201号室か。でも結衣先生の家じゃないな。ってことは、この奥か。ここだ。なんだろうこれ。猛犬注意じゃなくて？結衣先生らしいや。それにしても山崎先生もひどいよな。
風邪ひいたクラスメートにプリント持っていくならわかるけど、風邪ひいた副担の先生のうちに授業のノートを届けろって。うん、絶対におかしい。間違いなくこれ担任の仕事だよ。生徒が読んじゃまずいノートなんじゃないのか。したよな。ゆい先生。どうしよう、寝てんのかな。起こしちゃ悪いけど、でも心配だしな。会えないっていうのは想定外だったな。ゆい先生、ゆい先生。反応なしか。ゆい先生、すみません。ゆい先生。うわっ！ああ、猫。この子が噂のモレじゃなくて、確かモネ。そうだ、モネちゃんだ。へえ、綺麗な猫だな。モネ、モネ、先生はいるか。先生がいるんだったら起こしてきてほしいんだ。モネ、頼むよ。やっぱり無理か。そりゃそうだよな。弱ったな。
ゆい先生、どうしたんだろう。どっか外出中とか空いてたりしないかな。鍵かかってないのか。うわあ、いけねえ。モネが出たら大変だ。お前のご主人様は不用心だな。鍵もかけてないなんて。なんだ？その通りだにゃって。モネもやっぱりそう思うか。どうしよう。ゆい先生、本当にどうしようかな。ゆい先生、持田です。確かめてみ。いや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 。っていうか、このタイミングでゆい先生が外から帰ってきたりしたら、俺結構まずい。じゃなくて、だいぶまずい。そうだ、書き置きを残していけばいいんじゃないか。山崎先生から頼まれたのでって書いておけばいいんだよな。俺のノートでいいや。ゆい先生、あと
不用心だから鍵はかけた方がいいと思います、と。ゆい先生、俺勝手に入っちゃって。先生、先生、どうしちゃったんだよ。先生！もう。大丈夫？ゆい先生。先生？寒いの？でも汗かいてるよ。ゆい先生、俺のことわかる？
持ち田だよ。寒いならちゃんと布団で寝ないと。出ないと治るもんも治らないって。ゆい先生、あの司くん、え、うわっ司くん、司くん、え、先生待って、人違いだよ。怖かった？まさか来てくれるなんて思わなかった。うわゆい先生、ちょっと離れて。そばにいて、スカサ君、お願い。だから人違い。先生、パジャマ、ズボン、ずり落ちてるから。司くん、あったかい。ゆい先生ってば。ゆい先生、ちょっともう。
あの先生、俺は持田さとしで、司って人じゃ。行かないで、やだ。後で気がついて怪しまないでくれよ。タオルとか何か拭くものでもあればって、ん？なんだ、冷却シート買ってきてあるじゃん。なんで使ってないんだか。もう先生、ヒヤッとするけど我慢してね。これでよしと。モネ、なんだ、先生が心配か？だよな。俺もここまでひどいことになってるとは思わなかったよ。さて、どうしようか。あの、ゆい先生。俺、このまま帰っても大丈夫？ゆい先生。あの、仕方ないな。
辛そうだな。飯食ってるのかな。なるほど、モネはちゃんと食べてるんだな。熱出してあんな状態になっててもお前のことはちゃんと考えてくれてるんだな。でもさ、ユイ先生、まずは自分の食事の心配をしようよ。米と、あと卵くらいはきっとあるよな。卵がゆでも作ろう。先生、キッチン借りるよ。仕方ない、ユイ先生の代わりにモネに許しをもらおうかな。モネ、キッチンを借りていいか。うん、ありがとう。ユイ先生、ごめんな。ちょっと離れるよ。よし、作るか。ちょっとユイ、かかったよ今、くしゃみ。うんうん、ごめんごめん、なんだか鼻がムズムズするの。まったくもう。ティッシュティッシュ、あれどこやったっけ。ああ、なければ私の使ってよ、せめてものお詫び。やった、じゃあ私使う。え、私も持ってないよ。ティッシュちょうだい。はいサンキュー。あんたたちね、ティッシュくらい常備しときなさいよ。面目ない、まったく。それで何の話だっけ。そうそう、だからさ、とうとう3年になっちゃったよねって話。ああだね、あと1年で卒業か。卒業もだけど、私たちそれよりもっと考えなくちゃいけないことがあるじゃない。え、進路よ。う、
いや、聞きたくない。正直さ、進路相談何回受けたって、将来のことなんかはっきりしないっていうかさ。だよね。どうするかな、本当。ねえ、ゆいは？もう進路とか決めてる？実はね、もう決めてるんだ。え？なになに？ゆい、何になりたいの？私はね、私の名前は宍戸ゆい、17歳。将来の夢は先生になること。あまりよく考えずに人のことに首を突っ込んでは空回ってることが多い私だけど、でもそんな私でもきっと頑張れば夢が叶うって信じてる。急に呼び出されたから何事かと思ったよ。ある日の放課後、私は職員室に呼び出された。何かヘマをやったのかとか、成績が志望校に及ばないとか、そういう悪いことを言われるんじゃないかってビクビクしてたんだけど、私の予想に反して呼び出された要件はとてもいいものだった。うちの学園からはライバルはいなさそうだから、このまま頑張れば推薦してやるぞ。だってなんかやる気出てきちゃった。この調子で頑張らないとね。それにしてもゴミ箱ってどうしてこんなに重たいんだろう。ゴミ捨て場まで持っていくのも一苦労だよ。なあ、突然声をかけられてゴミ箱を抱えたまま振り返る。それは今まで話したことのない男子生徒だった。でも見かけたことなら何度もある。彼は7組の三国司くんだ。そこ足元根っこが出てるから気をつけな。え？ちょっとそこ笑うとこ？だってよもうそこはさ、大丈夫かとか聞いてくれたって。悪い。あ、いいよ、そんな手が汚れるよ。別にいいよ、そんくらい。笑った詫びに手伝う。ありがとう。うん、これで全部拾い終えたか？うん、もう大丈夫。じゃ、行くぞ。え？あ、ごめん、重たいよね。別に。やっぱり自分でいいって。はい、終了。ありがとう、助かったよ。じゃあな。あ、ちょっと待って。
あ？お礼させてよ。いい女の、これくらいで。いいから、ちょっと待っててね。友達が増えるというのは嬉しいし、楽しい。その相手が三国司くんというのも嬉しかった。司くんのことは実は少し気になっていたから。よいしょっと。どうぞ。コーヒー牛乳でよかった。まあ、なんでもいいけど。サンキュー。これは私からのお礼なんだから、黙って受け取ってくれればいいの。義理がたいやつ。初めて座ったよ、このベンチ。なかなかいいだろう。うん、素敵な場所。だよな。あ、だからなの？え？この時間とか、昼休みとか、よくここにいるでしょ。ああ。この場所好きなんだね。まあね。そっか。聞かないのか？ね？いつも一人で何してんだって。場所が好きだからいつもここにいるんだよね。そうだけどさ。他に何か理由があったりするの？ないよ。ん？じゃあ聞く必要ないじゃない。そうだけど、ほら普通聞くだろ。一人でそんなんつまらなくないかとか、意味わかんねえとか、変わってるなとか。と思わなかったな。ここが好きなら一人でいたって別に変じゃないよね。お前変わってるな。え？いや、そんな顔しなくても、今のは俺的褒め言葉だから。え？変わってるが褒め言葉？そうそう。なんか納得いかないなぁ。もう。本当はさ、この学校でもっと好きな場所があるんだよ。どんなところ？秘密。
とっておきだからな。ってことは、そこも超素敵な場所なんだよね。ああ、いいな、どこ気になるよ。ダメ、そう簡単には教えない。それにいつでも見れるってもんじゃないんだ、そこの景色。司くんは笑いながら紙パックのジュースを飲み干すとベンチから立ち上がった。そして目の前にあったゴミ箱をひょいっとつかみ、私を振り返る。コーヒーをおごってもらったしな、ついでに教室まで運んでやるよ。え、いいの？ああ、ありがとう。あ、私のクラスはね、4組だろ、知ってるよ。シシドユイっつったら有名だからな。え、どうして？今から先生みたいな女子がいるって、12クラス全部で有名だよ。それから私と司くんは何度か中庭で会っては話をした。校舎の中ではすれ違ってもほとんど話すことがないのに、中庭では不思議と話が弾む。あ、またお前コーヒー牛乳かよ。うん、好きすぎだろコーヒー牛乳。そんなことないよ。一日に最低2本は飲んでるくせにか。え、なんで知ってるの？自販機でいつもそれ買ってるの、ここから見えるんだよ。え？ほら、そっち見てみ。本当だ。昼休みも放課後もいつもシシドがコーヒー牛乳買ってるのバッチリ見てたからな。そんなことを言ったら、私だって司くんがここのベンチに座ってるのいつも見てたよ。いや、知ってるけど、なんでまた言う？お互い気になってたんだなって思ったから。うん、なんだそりゃ。中庭での会話は他愛のないものがほとんどだった。教室で友達と繰り広げる会話みたいにあまり中身がなくて、でもすごく楽しくて。この場所、夏でも結構涼しいね。夏とか言うな。あれ？夏嫌い？夏期講習が目前に迫ってたら誰でも嫌いになるだろう。まあね、私たち3年生だもんね。夏だからって遊んではいられないよね。お前は随分と楽しそうだけどな。私は夢に近づいてるって実感できて嬉しいよ。ふん。私ね、人に勉強を教えるのを好きなんだ。頼られるのも好き。なんで？お姉さんになった感じがするからかな。ほら、私一人っ子だし。ああ、うん、まあ頑張れば。うーわ、すっごいどうでもよさそう。だって人ごとだしな。そんなことを言いながらも司くんはやっぱり優しかった。だって私の夢を笑ったりはしなかったから。先生になりたいって夢を話すと大抵の人は笑ったり茶化したりで、あまり真剣に聞いてくれない。だけど司くんは一度も笑わなかったんだ。
この日、私は無事に志望校の推薦枠に入れてもらえることになった。嬉しくて仕方がなかった私は、すぐに友達に報告した。けれど、いつもなら手放しで喜んでくれるその子が、ふと表情を曇らせた。私の前でそんなこと言うんだ。まだ私は夢も何も決まってないのに。多分私はひどくショックを受けた顔になっていたのだと思う。巴はすぐにハッとしたように目を見開き、慌てて謝ってくれた。だから私も笑って、気にしてないよって、そう言ったのだけれど気にしてないわけがない。巴の言葉と表情が鋭い針のようになって私の胸を突く。私、考えなしだったのかな。他のみんなも同じこと思ってた。シシド？声をかけられて振り向くと、そこには司くんが立っていた。いつもは廊下で会っても言葉を交わすことなんてないのに、この日はごく自然に声をかけてくれた。司くん、すごい顔だぞ。ハンカチは？持ってる。じゃあ顔拭けよ。司くんが戸惑っている空気がひしひしと伝わってきた。彼を困らせたくなかったから、私はこぼれ落ちていこうとする涙を必死に拭う。何かあったのか？何もないよ。何かあったからそんなに泣いてんだろう。これは、その友達とちょっと気まずくなっちゃって。でもすぐに仲直りしたから大丈夫。これはさ、あ、そう、嬉し涙みたいなものだから。ふん。あ、嬉し涙って言えばね、私推薦枠に入れることになった。マジか。やったじゃんか、おめでとう。うん、ありがとう。ありがとう。だからなんで泣くんだよ。まだ推薦枠が決まったってだけで推薦入試があるんだろう。嬉し泣きするほど喜ぶにはまだ早いだろう。そうだよね。でもそうやっておめでとうって言ってもらえたから、なんか嬉しくて。たく、ごめんね。何が？泣いたりしてわけわかんないよね。そう思ってんなら早く泣きやめって。
大丈夫だから。たく。そうだ、シシド、ちょっと待ってろ。お前にこれやるよ。鉛筆？受験必勝鉛筆。受験必勝？これ使うと試験に受かるんだよ。本当に？ああ、如月学園に受かるのは難しいって言われてた俺がこれ使って受かったんだから間違いないよ。じゃあこれ、司くんが高校入試の時に使った鉛筆なんだ。そう、経験新たかな鉛筆だぜ。霊言新たか、ね。あ、それだ。それじゃ借りるね。ありがとう。言っとくけど、貸すのは推薦入試までだからな。一般入試の時は俺が使うから返してもらう。うん。だから推薦絶対受かれよ。うん。鉛筆を受け取り、笑顔でうなずく。人の気持ちまで勝手に思いやって背負い込んで、悲しみまで自分のものにして、お前みたいなのが先生になれたらいいのにな。辛い時にはプレッシャーになるから言っちゃダメってよく聞くけれど、私はこの優しい言葉が大好きだった。私頑張るね、司くん。あ、この日から私はどんどん司くんに惹かれていった。彼は全然そっけなくて、ちとも振り向いてはくれなかったけれど、